か落ちてる。メモ書き。あ、メモ書きに。え？ここは3回目の謎解きで使う？え？わあ。見えない文字が。あ、1月って虎からなんだ。あ、そういうことか。僕なんか、ねえ、うち虎うでさ、ネズミがだと思ってたけど、そういうわけじゃないのか。じゃあ、1月から数えるって言ってたから、じゃあ、ちょっと待ってね。虎から始めればいいのか。だから、待てよ。ねえ、牛でしょ。ねえ、牛、トラ、ウー、タツミ、馬、羊、サル、トリ、犬、イーノ、ねえ、牛で、こうだ。これでどうだ？そうか、このヒントがあって助かったかもしれない。これで消えててくれ。どうだ？よーし、消えてた。いや、メモ書き、気づかなかった。ありがとう。このままだと迷宮入りしてたわ。で、これで戻ってきたけど？で、戻ってきて、やったね。そうか、先の扉ってことか。よっしゃ、イエーイ！バカだな。じゃあ先に進むか。にしても、あの人玉みたいなのとか火は何だろう？そう、あれも多分今後謎解きになるのかな。あ、ちょっと待って、シャメ取っとけばよかったんじゃない？ちょっと待って。シャメ取れない。あ、これ大丈夫かな？あれ絶対今後必要になってきそうな気がするんだけど。一応まあ、何個かセーブしてあるから、まあなんとかなるでしょう。行きましょう。いや、残しとくべきだったな、今のセーブデータを。まあいっか、あの画像だ、動画見直せば。Help me! Help me! まあ最悪動画見直しましょう。下。わおわおわお！あ、なんかある！何があれ？魔法陣！お邪魔します！よし。何ちょっとあのさ、遊戯王のオレイカルコスの結界みたい。ちょーっとーやんあんすり抜けるのは聞いとらんばい。あれ、もしかしたらあれかな、ちょっと待って、オレイカルコスの結界にまず入らないと。まずい。やばい、オレイカルコスの結界こっちじゃない。いや、いけるか、いける。よかった。なんかすごいあそこでたむろしてるんだけど。ちょっと待ってね。で、ここでセーブさせていただいて、つまり防止で、あ、ちょっと待てよ。こっちだ。こっちにしとこう。こっちにしといて、これ突っ込めると見た。突っ込めない。わお。なぜ、おお、セーブ。おお、おお。はい。わあ。逆でした。おお、セーブ。よし、優しい作り。優しい。多分バグかな。オッケー。よし。待って、これなんだ。道になってるのか、これ多分。これはおそらく道になってんじゃない。どっかが通れるようになってるとか。行きます。お？全然大丈夫。なんだ？まあ、行っちゃおう。行っちゃいます。え、特に何もない。これ、覚えとけとかかな？え？何もないじゃん。なに？あ、達也。普通だね。は？いや、ふざけた。とりあえず、俺の前に行って、達也と話そう。いいよ、達也。ちょっと、ここの扉を開けてくれ。こっちにある扉に船があったから、一緒にこう、開けれるんだ。あれ、鍵？あったっけ？牢屋の鍵。扉に船、大丈夫達也、なんか怪しくない？なんかこいつらさっぱりしすぎててさ、目が完全に危ないんだよね。特に、この二人。まだ達也は普通そう。不良少年、達ヤンキー。何も言わん。じゃあ行きましょうか。あ、これ飲んで、あ、そうじゃん、これ飲んでさっきなんかやばくなってなかったんじゃなかったっけ達也って。あれ大丈夫これ、疑われてたり、これ、大丈夫本当に。行きますよ。罠とかじゃない？随分入り込んだ道だね。いきなりゴミに変なつけるな。道だね。何言ってんだよ。じゃ、ダジャレかよ。そうだね。やめろ。カーリングさんはやめてもらっていいですかね。ちょ、本当に個人的にこの会話が一番苦痛なんですけど。絶対来るでしょ。もう行きま、カットバス行きます。カットバスします。はい、カットビングです。はい。ガチャ楽しいで、あれ誰もいない。なんだ。全然怖くないじゃん。どうした？何もない。え、本当に何もない感じ？あれ、ここできない、出てきて、うひゃーとかなるかなと思ったんですよ。あら、何もなかった。こっちは特にない。え、何にもないの？どんな、あ、え？ふへ？なんか怪しいな。なんか出てくるんじゃないのか？
そんなこと言っちゃダメだろ、ネタバレだろ。達也がかわいそうだぞ、バレてんじゃん達也。えへへてへ、やめてくれこのカモチ。そんなこといいから早く行くぞ。行くぞ。え、何クッ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 クわー、なんだ、とにかく逃げろ。どうおー、ケンタロウ走り続けた。走り続けた。そしたら海が見えた。え、早くこっちへ来るんだ、化け物が追ってくるぞ。いきなり顔が、今まで何人も死んでるんだ。じゃあ一番下行きまーす。はい、急ぐぞ。どっち、どこどこどこ、とりあえず右にいる船に急ごう。オッケー、右にいる船ね。右。オッケー、素晴らしい、簡単じゃないですか。俺の街どういう街。うわー、なんかすっごいごちゃごちゃしてるな。なんだろう、なんか忙しいね。ついに帰ってこれたか。でも彼らは探しに行こうとかさっき言ってたくせに探せてねえじゃねえか。あの後も俺は生きられたが、それからあの場所に誰も助けに行かなかった。え、終わり？終わった。あ、これで終わりなんだ。いや、なんかプレイ時間1時間みたいな感じで書いてあったから、もうちょっとあるのかなと思ったけど、意外と短い感じだったんだ。え、なんでセーブ？あ、びっくりした。え、コンティニューでもう一回やるとか？こっから、これ以降。はい。ロード。あ、まだあるじゃん、やっぱり。あ、一旦終わりってことか。そうだよ、なんか、プレイ時間1時間で変えた。なんかいる。待って、とりあえずちょっといろいろ探索させてもらっていいかな。こちらは？こちらは特に何かいけるわけでは。あ、なんかいけそう。すごいいけそう。なんか光ってたりしない？なんか多分行くべきところはさっきのところなんだろうけど、なんかさ、その前にいろいろ行ってみたいなっていう気持ちがあるんですけど、特に何もなかったっぽいですかね。下にも特に何も、平原が広がるだけでござるので、そうだね、結構雑にやめとこう。うん、すごい面白いゲームなんで、あんまり。うわあ、どうした、なんか北田くんが仲間になった。何？趣味でヒーローをやっている。3年間毎日4つのトレーニングをこなしてここまで至った。すごいね。ちょっと待って。トレーニングこなして力だけ全く上がってないんだけど、それ以外すごいわ、確かに。一応セーブしとこう。一応セーブしまーす。はい。え、これは、え、何？特に話しても何もない。ショップでーす。何？購入。妖刀村正。ケンタロウの攻撃力めっちゃ上がるんだけど。え、じゃあ99個買ってこよう。99個買ってきます。え、なにこれ、いる？一応買っといて、8日の鍵。4日からなんか、とりあえず1回買ってきます。はい。なんか、スピードアップ。なにこれ。え、全部買おう。メモ鍵絶対いらないの、これ。いら、絶対いらないだろうから。君は？バニーじゃなくて、え、なに？キキ？はい。バニーちゃん、なにこれ、キキ？キキって言うの、なに？え、ちょっと待って、装備してない。何も装備してない。やばい。いや、でも大丈夫。こいつが多分強いと思う。え、連続普通のパンチ、マジ殴りやってみようか。うわっ、はぁ、うわぁ、ちゅん、わぁ、痛い、待って、やめて、キヨニ、やめて、キヨニ、いけ、え、なんで死なないの？ちょっと待って、待って、ちょっと待って、なんで、え、ちょっと死なないんだけど。え、北田くん死なないんだけど、どういうこと？無敵なの、北田くん。一応今メモ書き使ってみたんだけどさ。なんで北田くん生きてんの？え、じゃあ、え、ちょっと待って、じゃあ、両手通常、あーでもな、これ全体攻撃の方がいいから、これでいこう。ちょっと戦ってみよう。え、北田くんこれもう HP 0なんだけど、まだ戦えてるってどういうこと？もう完全にこれバグ、うわぁ。でもこれ絶対さっきの攻撃の方が強いじゃん。ブチなんとかの方が強くない？の技ちょっと何回もやってみようか。ちょっとさっきの技ずっと使ってみたいと思います。このマジ殴り、これが多分やばいと思う。これ無理だね、これ多分倒せない。こんだけのダメージやっても勝てないんで。え、待って、終わらんぞ。
積んだんだけどこれ。待って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 。作者がめんどくさくなりました。なになに、ええ、なに、大変です。なのでこれで終わりだ。こら、何回か話しかけてさ、やってたら、ちょっと、止まった。え、ちょっと、もうなんだ。終わった。はい、ということで、なんかすっごい謎のまま終わっちゃいましたけど、まあでも正直言うとすっごい楽しかった。あ、もうちょっとなんだろう、そのこの最後のワールドじゃなくてね、もっといろんなその追いかけっこ系というか、なんか正直言うとなんか若干後半ゲーム作成が疲れちゃったのかなっていう感じはちょっとしてますけど、あ、ちょっと結構やっぱり前半ね頑張ったから、ちょっと後半ねちょっとね大変な思いしちゃったのかなっていうのがあるんですけど、まあでもそれでもねすごい楽しいクオリティの高いゲームですので、ぜひ、続編を出していただけたらなと。こちらねまだその実況されてる方がいないみたいなんですよね。これ調べても実況のやつが出てこなかったので、ぜひ皆さんもねそのやってみて、それか実況もしてみていかがでしょうか。はい、ということでじゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。またね鬼シリーズちょっとこれからガンガンやっていこうかなと思っておりますので、また明日もそれになるのかな、わかんないですけどやっていきたいと思います。それじゃあお疲れ様でした。バイバイ。